久保光郎さん、はいはいはい、これ今びっくりされた方もいるかもしれないですけど、はい、男性ネームで出てますけど、そうですね、実は女性、そうです、はい、男性の名前で最初少年漫画でデビューしたんですけど、はい、本名だといろいろ先入観持たれるかなというのと、うんうん、何か女の人の描く漫画だから読んでもらえないっていう可能性もあったんで、少年誌、少年誌だと出るときに、そうですね、少年誌で一番最初編集さんからホストの漫画描かないかって言われて、で、まあ、ホストに取材ちょっと行ったんですけど、まあ全然水に合わなくてもう全然ホストの人とか苦手だって思って、うん、もう全然結局取材もせずに書いたんですけど、そんなにでも漫画でホスト漫画書いちゃったら、この人女の名前で書いちゃうと散々ホスト遊びをしてから漫画書いてるって思われるのが嫌だったんですよ、うん、だからとりあえずまずそこを避けたいからっていうことで、まあ、久保光郎という名前、本名が久保光子なんですけど、あ、そうなんですね、はい、まあ、あんまり本名と変わらないんで、でやっぱ違う名前の方が比較的漫画家として切り替えて仕事ができていいですね。スタートはあれなんですよね、仲良しですか。仲良しに投稿一番最初高3の時にしたんですよ、うん、その漫画はずっともう小学生の頃から描いてて、漫画家になるっていうのはずっと思ってた、もうなるだろうと、なるしかないだろうと、私なっちゃうなって、絶対それはその可愛い女の子に生まれたらアイドルになりたいって自然に思うように、こう久保さん漫画うまいねって、漫画家になれるよって周りがチヤホヤするわけですよ、うん、そしたら、あ、じゃあ私も漫画家になるしかないんだなって、他の職業に就くことを全部イメージできなくて、そうすると就職活動もろくにしないまま、その漫画家になれる気持ちだけ残って高校生になっちゃって、あ、そろそろちょっと投稿しないとやばいなって思って投稿でも決まってたんですね。そうそう、でも漫画家になるっていうのは、まあどうですか、こんなに成功して、いや漫画家になって結構トントンじゃないですか。トントンっていうか、もうそうじゃないですよ、最初からトントンじゃないですか。その最初仲良しに投稿したやつもそんなにいい賞じゃなかったです。2万円ぐらいの、もうその月に8本ぐらい出るような賞で、でも賞取ってるわけですよね。いや、毎月そんな、もういっぱい出るんですよ、そういう漫画家志望になる人、この世にどれだけいると思ってるんですか。もうこう漫画家になれるって思ってる人漫画描いてる人、でも今すごいですよ、モテキ、はい、アゲインもそうですよね。アゲインもなんかならなかったでしたっけ。何もなってないです、まだ何者にも。今連載中なのはアゲインですね、モテキの後に。アゲインなるでしょ。いやそこはね、私が決めることじゃないじゃないですか。よくね、ドラマ化してください、アニメ化してくださいって言われるんですけど、それは私が決めることじゃないっていう、依頼されなきゃできないことなんで、まあ、私がそういう意思を持って書いてるわけじゃないんで、私はその漫画が表現物としては、まあ、ベストとして出してるんで、アニメ化目的とかドラマ化目的を考えてても、そんなの全然作品に反映できないんですよ。たとえその横島な気持ち持ってても、じゃあ岡田准一くんにアゲイン出てもらいたいって思って書くとしたら、岡田准一くんに似たキャラを出すかもしれないじゃないですか。とはいえ岡田准一くんがそれ出てくれるわけじゃないでしょ。まあそうですね、そういう感じで、そこに人が山ほど入ってきますからね、いっぱい入ってきますから、はい、なかなかそんな作者の野望なんて、その作品には活かせないし、映像化にまではつながらないんですよ。モテキはモテキを読んでくれたお姉さん、映画の監督、ドラマもやられた大根監督の人が日記でモテキが面白いって、モテキの3話目が載ってるぐらいに感想をブログに書いてくださって、これはと思って、私ずっと大根さんのファンだったんで、でちょっとメール送って、実は私作者です、ありがとうございますって言ったら、その返事が返ってきて、大根さん変な人だったし、そう変な人です、知ってるでしょ。知ってます。そう、そしたら映像化する際は僕に声かけてくださいって言って、何と思って、もうその後直接お会いして、あ、そう、その3日後ぐらいに広告代理店の方から映像化の話が来たんですよ。でその代理店からの依頼の何か内容のそのメールが来る前に、私はもう大根さんと直接会って、こういうで、私は大根さんがいいっていうのを向こうに指定して、
で先に私は大根さんと会ってこういう依頼来たけどどうするみたいな感じで、いやちょっとやりましょうよみたいな感じで先に代理店とか一切通さずに直接大根さんと会って、あの映像化がまでずっと結構直接やり取りをしたっていう間、本当に何も挟まずにここは仕事ができて、元木はそういう意味ではすごく勉強になりましたね。楽しくて、まあ、でもやる流れでこう自然に、そうですね、そういう、こう出会いだったりとか、うん、っていうのがなったんでしょうね。なったんですよね。結局その代理店もどっか行っちゃって、どこでそので、森山くんもやってくれるとかも決まって、お姉さん森山くん私っていうのがもう揃ってるけれども、やる場所がないっていう状況になって、それでなんかどうか、そうテレビ東京の方でやるってことにドラマは決まって、そしたらそこからさらにまた映画ま で映画は完全に私がモテキの続編を書きお、お話を書き下ろすという形で、漫画のネームっていう下書きの下書きみたいな設計図みたいなのもあるんですけど、それ300ページ分ぐらい書いて、ネーム書いて、も単行本1冊以上2冊弱ぐらいの内容のお話を書いて、それをもとに脚本とか作ってもらって、そしてモテキの映画ができたんで、完全な書き下ろしでこうなんですよ、実写映画になるってまずないですよね。刺激的だったんじゃないですか。じゃあそのまたいつも書いてる、アニメとか漫画とかとは違う映像化になっていくみたいな。そうですね、漫画家さんって映画化を夢見る、映画監督とかを夢見る人は多いんですよ。やっぱり絵で描かずに映像の世界で何かやってみたいっていう方は。久保さんも。私はないです。もう漫画しか描けないと思ってたんで。映画監督やるんじゃないですか、そのうち。ないです。もうそこら辺なんか影響できないです。そんな全否定しなくていいじゃないですか。ファンの人も聞いてますから多分。だって。久保光郎が映画監督やるって言ってたってもうこの後流れますよ多分。もう片っ端からなんか殴っていって違うって否定しますよ。でもやりたくはないですか。ないです。いつか。めんどくさいんで、もう私はやっぱ表現物としては絵で手で動かして描くのは、漫画が一番めんどくささが慣れてますよね。映画の多分めんどくささって私は受け止める気にはなれないし、その専門分野としてずっと頑張ってる人がいる中で私がちょっとこうかすめ取るように仕事するとか絶対良くないですよ。絶対にダメです。そんなの。岡田純一がお送りしている J-WAVE グローイングリード、今夜は久保光郎さんにお話をお伺いしています。ちょっと漫画家久保光郎さんの素顔に迫ってみました。久保さんはどういう人なんですか。私は今あの年齢聞かない方がいいですか。あ、全然もういいですよ。いくつですか。あの37歳です。あ、僕より上なんですね。全然上ですね。あの V6 のコンサート最初の頃行ってましたよ。本当に。本当ですか。僕も若い頃ですよね。そうそう、10代の時とか。もうまさかお会いできると思わなかったんで。いやいや、こちらこそですよ。いや、あのでもどういう人なんですか、久保さん。私は心に壁を作る人なんで、今もすごい大きい壁が岡田さんとの間にはありますね。それじゃあ取り除きましょうよ。何ですか、心に壁を作るって。それは男性異性に対して壁を作っちゃうんですか、それとも人に対して、男性女性関係なく。でも男の人には基本的に壁は作りやすいですね。ましてやイケメンなんて一番心に壁を作ったり、芸能界の人とかももうちょっとこの人とは口聞けないなとか本当思うんで、ここで喋るのも結構まだ困ってるんですよ、この壁越しなんで。それでも自分が作った壁ですよね。そうですよ、自分で土のうを突き上げてありますからね。そっか、どうやって取ればいいんだろうな。いや、まあ私の方から越えなきゃいけないと思ってるんですけどね。いいえ、なんか男の人と話すのはそんなに嫌いじゃないですし、全然友達もいるんですけど、うん、そうですね。でもその去年からちょっとテレビとか出始めて、そうですね、あのテレビで見た人と会うっていうそんなことが、まあそれは映画でもそうだったんですけど、そうやって有名人の人とびっくりしないですか。自分がこうなんか例えば森山未来君とかに会ってたら相談されるとか、うん、なんかあそこのとこの芝居この構成なんですけどとかって相談されたりしたらびっくりしないですか。
俺初めそういうのすごいあったんですよね。そうなんですか、はい、なんか誰か相談したんですか。僕の時前世とかもう本当に TRF とかすごかったんですよ。あサムさんとかにコンサートとかで あそこのフリサーみたいなのがこう打ち合わせとかして相談をこうしたりされたりとかされ どうしたいみたいなことを言われたりしたら、この人すっげえ俺真似して踊ってたなとかふと我に返ってたサムさんが俺に相談してきてんだとか、そういうのとかやっぱり共演しても、うん、大御所の方とか見てた、うん、リエが見てすごいなと思ってる方とかと一緒に芝居してたりとかすると、うわなんか不思議みたいな。やっぱそれはあるんですね、うん、だってもう出てるんだったら出る側じゃないですか。いやもうタモリさんと会ったりとかしてびっくりしますよね。もう呼び捨てにしてたのにそう会ってしまうと、そう有名人の人とかテレビとか見たりする場合はやっぱり本当に、まあ、子供の時とか ね若い時とかはやっぱ呼び捨てにしますよね。そう、それが直接会ってしまった途端にさん付けになったり、うん、くん付けになったりとかして、もうなんかいやまあ岡田くんは岡田くんってずっとなんか心の中では呼んでた気がしますけど本当ですか。岡田でしょ。ああ岡田とか岡田でしょ、どうせ岡潤とかそういうのは言ってない気が しますけど、いや、うん、でもやっぱそういう憧れの人と会っちゃうと早くその人の視界から消えなきゃいけないみたいな、なんか自分がそこのステージにいるのが合わない気がどうしてもして、私も早くここから消えたい気がしますね。今も消えたいですか。もう消えたいですね。なんかどういう人でいたいんですか久保さんは。私はちょっと極端なんですよね。なんか往復運動みたいな極端と極端の部分を狭間を動いてて、今の気持ちとしてはすごく自分の身の程をわきまえなきゃいけないっていう、そういう保守的なところと、でもここにいるのがまた辛かったりするから、いっそかなり真逆のすっごいズーズーしいキャラになって岡田くんにいっそ嫌われるぐらいの方が場としては面白いかなっていうそこの狭間をずっと行き来してるんですよ。